こんにちは。ときめき片付けコンサルタントの高木幸子です。今日はノートシェルフ2の、ノートをもうちょっと使いやすくするために、しおりやタグを使ってインデックスのようなものを作っていきたいと思います。私はこのノートの中で一番ボリュームがあるのがスケジュール帳なので、スケジュール帳、これですね。スケジュール帳を開きます。スケジュール帳をタップ。そうすると、スケジュール帳なので、普段ならこう、いつも使ってる月、今6月なんですけど、6月の月が出るんですけど、これでたまに違う月を見た後閉じてしまうと、こう違う月が開いちゃったりしますよね。で、こう、戻っていってもいいんですけれども、この一番右上の、このページが重なっているところを開くと、こうその目当てのページを探すことができます。まあ、結構こんなにいっぱいあるとですね、その目当てのページも、どこっていう風にちょっと探すことになるので、そういう時のために、しおりをつけておくと便利なんです。ここの、今6月で、ここにこう、このしおりってこのマークですね、この左上の。これを、学校、みんなどのページにも、この右上のところに、こう、ついているので、ここをタップ。すると、一回でこう色がつくんです。で、色がつくだけでもいいんですけれども、この、タップした後、ここをタップすると、こういくつもある場合ですね、名前をつけることができるんです。ここを長押し、名称未設定のところを長押しすると、こういうブックマークっていうのがしおり、まあ、しおりと一緒ですよね。ブックマークというページが開いて、あ、これ色も変えられるらしいです。で、名称は、今月のスケジュール帳なので、今月と入れておきます。で、これをセーブ。ここのセーブをタップすると今月が入りました。だからいくつかあるときはいいですよね。ちょっと他にも見てみたいので、ちなみにサムネイル、ここ、リストだと、こう、リストを、何リスト、こう、見出しが並ぶようになって、サムネイルだと、この、写真で見れるようになるみたいです。ここのことですね。完了？あ、戻れない。え、元のページは？あれ、元のあのバーって並ぶところにはどうやって行けば？じゃあ、ページ、そうか、バツ、ここのページを押すとページに戻っちゃうので、この編集からどっか行くのかな？え、あの、いっぱい並ぶページに戻れない。セーブ。戻った。今何しました私。ここですね。ここをもう一回押すと、戻れるらしいです。もう一回見ます。これ、しおりついてますね。これで今6月っていうのは探しやすくなって、ここ、今日今月、水色のタグ、ブックマークついてるとこ。ここのタグじゃない。このしおり、ブックマークのところをタップすると、その今月、自分のところ、サムネイルでやったところですね。が映りますよね。で、元のページ、バーって並んだページに戻りたいときは、ここを、もう一回押すと戻る。なるほど。意外に気づかないって出してて。で、ブックマークができると。他にも、例えば、願い事リストっていうのを私作ってるんですけど、それだけ開きたいっていう時とか、これか。ここにもちょっとつけてみたいと思います。願い事リスト。このページのまま、ここのブックマークをタップすると、もう一個、このブックマークついてるものだけが並びます。リストだと思います。これ、未設定の方を長押しして、色を変えます。色は何色にしようかな。赤。
赤にして、ここですね。で、名前は、お願い、叶ったらいいなーっていうお願いです。を、セーブ。おう、なるほど。こういう風に並ぶわけですね。縦に並ぶのか、横に並んでいく？もう一個ぐらい作ってみたい。もう一回作りましょう。じゃ、これで、ここ、戻るときは、ここの、ブックマーク。ブックマークをパッと。で、戻った。もう一個なんか作ろうかな。ここ三つ並びが出るから、このブックマークマーク、ブックマークマーク、ここですね。ブックマークマークをタップすると、もう一個出る。え？この並び方、不思議じゃないですか？どうして1、2、3っていう風に並んでいく？なんか、ちょっと不思議な気がします。で、ここ、名称未設定のところを長押しすると、これが出て、何の？緑にして、名称、小学校、年間予定表、あ、そうです。年間予定表を入れて、このセール、セールをタップすると、こうやってリストが、サムネイルでも並ぶ。なるほど。そして、ページを戻りたいときは、ここの、ブックマークマークをタップすると戻れる。なるほどということですね。はい。で、しおりはつきました。じゃあ、タグをつけてみたいと思います。タグはですね、例えば私なんてこの、去年じゃない、その、こういう紙の手帳、この辺ですね。紙の手帳、使っていた紙の手帳を写メして、ここに入れたものと、この、今使っている PDF でダウンロードして使っているスケジュール帳が混在になっているので、それをタグで分けてみたいと思います。では、編集、この右上の編集をタップ。はい。そして、その古い手帳の方のものを、写真に撮ってあるものだけを選んで、こう、タップしていくと、水色でこう囲まれて選択されますね。で、できました。この昔の手帳の部分だけを、選択できました。そしたら、ここの、プラスタグで、ポン、押すと、タグが、ここに今、名前入れてねってできるので、ここに、いい製品の、紙のスケジュール帳という風にします。で、これポイントはですね、このままじゃダメで、必ずエンターキーを押して、この丸で囲った状態にしないと、タグが追加されたことになりません。で、この丸の状態になったら、OK でタグを追加のところを、タップすると、ここに戻れます。戻った。で、じゃあ、タグついたやつどうやって選ぶの？ってなったとき、一度ちょっと完了してみますね。完了して、ページの。で、この3つ並んだ中の、このタグのところをタップすると、この以前の紙のスケジュール帳っていうのはもう出てきます。で、これをタップして、あ、もう出てきた。で、この紙の前の手帳が出る。っていうことですね。他にもちょっと作ってみたいので、全部のスケジュール帳を見るときは、またここをタップ。違った。ここをタップ。どうやってまた戻るのかがわからない。タグをクリア？あ、戻った。ここですね。タグのクリアを押すと、もっとバーって全部のページが並ぶところに出ます。タグを追加します。今使っている月間スケジュールのみを選択したいと思います。編集をタップ。右上の今編集をタップしました。そして、ダウンロードして今使っているスケジュール帳の方、2、3、4、5、6、5、6、6、6、これをタップしていって右上で囲っていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。そしたら、水色で囲んだまま、ここのプラスタグ。
をシリアルタップすると、また名前が入れられるようになります。で、この入力したら忘れずにエンターキーをもう一回押して、ここの丸く囲めるようにします。そして、このタグを追加をタップして戻ると。そうです。完了して、で、この3つ並んでるうちのこのタグマークをタップすると、2つ、ここタグ出た。ので、じゃあ、今の月間スケジュールだけ。ああ、なるほど。そうすると、こうやって出る。今のスケジュール表だけが出る。っていうことになります。で、戻るときは、タグをクリア。すると、全部のものに戻り、ここのページをタップすると、この月間スケジュール表じゃなかった、普通のスケジュール表に戻ります。なんだろう、戻ったりとかにコツがいるかなって思いますけど、まあ、いっぱいページがあるとやっぱ便利ですよね。このブックマークをタップすると、もう一回。で、タグの方をタップすると選べて、以前の紙のスケジュール表をタップすると、え？そうかそうか、二つ今私、二つ選択、あ、しおりもあってタグもあるっていうものを選択してるから一枚しか出ないんですね。で、しおブックマークの方はタップして解除します。そうするとタグ、この以前の紙の今スケジュール帳が選ばれる。で、月間スケジュール帳を押し、もう一回紙のスケジュール帳をタップして消すと、今度は月間スケジュール帳が出ます。で、100億クリアで全部ペッチということですね。うん、うん。と思います。で、ちなみにこの今2つ使ってきたので、じゃあこの右端何をって思われた方、これはですね、検索ができます。ノートシェルフ2は基本手書きの文字は検索してもらえないんですけれども、テキストで入力しておくと、そのテキストだけ検索してくれるんですね。で、スケジュール上私も何しろ手書きでしかほぼ書いていないので、どうだろう。テキスト入れてるの多分、タスクと入れてみて、エンター。やっぱタスクって入れたところのタスクリストが出るようになってます。うん。なので、後々検索したいなって思うところは、テキストで入力しておくといいですね。で、ここから戻りたいときは、また全部のページに戻りたいときは、またここをタップ。あら？違うのか。戻りたいときは、ここをタスクをタップして、ここのタスクをタップして、その入力した文字をタップして、ここのバッツをタップすると、全部のページになる。まあ、こんな感じで、上手にインデックスをつけられると、見出しがね、こうつけられるようになると、またさらにノートシルク2も楽しいかなと思います。うん。やっぱり表紙が可愛いんですよね。今あの写真が、写真？違う、1ページ目が、表紙になったりもします。ということで、今日は、ノートシェルフ2のブックマークとタグの使い方でした。この動画が暮らしをときめかす小さなヒントになったら嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。読者登録もしていただけると嬉しいです。ではまた。